あれちょっと待って、これ大変なこと、ここなんか詰まってるやん、あ合わへん、はい、入らない、あ合わへん、これ若干削らんと合わへん、なんやこれ、合うてないやないか。もうハサミが壊れたら印刷するしかないでしょう。 3D プリンターで印刷するしかないでしょう。はい、お疲れ様でございます。今回はね、 3D プリンターでハサミをね、印刷していきたいなというふうに思います。これがもしうまいこと言ったらハサミ買わなくて済みますよね。もうネジだけで済みます。印刷時間なんですけど、だいたい3時間ぐらいかかりましたね。3時間か4時間ぐらいですかね、この2つ印刷するのに。ついでにパンの袋を留めるバッククロージャーというやつもね、一緒に印刷してます。噛んでない、今のは噛んでないわ。印刷できたのがこれですね。これ若干あの下を失敗したな。これあれですかな、なんていうんですか、マスキングテープの跡がついてしまったな。マスキングテープしんかったらよかった。そしてここをこう合わせて、あとはネジで留めるだけですよね。ネジで留めて、ネジをちょっとね買いに行ってきます。割と大きいネジ調整したらよかったな。なんか切れそうじゃないですか、この時点で切れそう。ハサミっぽい、いけるかもしれん、紙が切れるかもしれへん。それではこちらにね、ネジとワッシャーとスプリングワッシャーを準備しましたのでね、組み立てていきます。ここにこう通して、あれネジ届かんやん、届いてない。ネジが短かった。ちょっと待ってください、ワッシャーを1個取りましょうか。これで届きます。これでここにスプリングワッシャーをかまして、うわギリギリやな、ネジもうちょっと長いのに、え、ギリギリ届いてないやん。ネジ長いの買ったらよかった。あれ最悪、届いてない。あかんわ、あかん、ネジが届いてない。ちょっとこれより長いネジ探しましょう。なんてこったや。はい、ちょっとね、このネジより長いネジをね、探したんですよ。探した結果こちらでした。家にあった長いネジがこれしかなかったんですよ。ちょっとね、だいぶ長いかもしれないですけどね、これで組み立てていきましょう。これだったらね、あのスプリングワッシャーとワッシャー両方こう入るんでね、してこうと、こうやってこうと。あ、ネジ長い、ネジが長いわ。しかしもうなかったんですよ、まあ、買いに行ったらあるんですけど、これでこう挟んでいくと。あ、遠い、めっちゃ回さなあかん。ここカットしましょうか。ここはカットしましょう。めっちゃ遠い、めっちゃ回さんとあかん。完成したのがこちらですね。これなんか綺麗にできてるように見えますけども、これ後ろから見たらこんな突き抜けてますよ。そりゃそうですよね、ネジめちゃくちゃ長いから。それではこれで早速ね、ちょっと紙が切れるかどうか、これをちょっと挑戦していきたいなというふうに思います。ちょっとドライバーでちゃんと締めましょうか。はい、ちょっとこちらのいらない紙を準備しまして、これが切れるかどうかですよね。あ、切れてる。ちょっと見てください、これ切れてるやん。あ、切れる。マジで、じゃあハサミもう買わんでええやん。え、切れてる。すげえ。 3D プリンターで作ったハサミは切れるっていうことですよね。最初、あ、ここが最初の、こうハサミ入ったらもうチョキチョキ切れる。すげえ。これ 3D プリンターで作ったハサミですよ。めっちゃ切れるわ。じゃあもうハサミ買わんでええわ。ネジだけ買ったらもうそんでよろしいわ。こちらのハサミの 3D データなんですけどね、この動画概要欄の方からダウンロードできるようにしておきません。そうです、いつものようにこのダウンロードできないんですよ。自力で探していただけると助かります。ハサミだけじゃなくてね、ノギスと、この前失敗したあのプライヤーじゃないな、モンキーレンチ、スパナ、それも再印刷していきましょうか。やっぱり 3D プリンターの精度が関係あるみたいですね。ミニキュービックのメガ X っていうやつ買ったんですけど、それで印刷すると精度がいい印刷物が完成しますと。このプリンターなんですけどね、この動画概要欄から確認できるようになってます。これはしとくんですよ。これはリンクを貼り付けておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。
ちょっと待ってくれ、レール。やっぱネジ長いわ、ネジ買いに行きましょうか。このも干渉して干渉して、こう切ってる最中に床が傷つくわ。こんな長いのあかん。